岐阜聖徳学園大学附属中学校は岐阜県岐阜市に所在し学校法人聖徳学園が設置する私立中学校中高一貫教育は行われていない岐阜聖徳学園大学附属中学校の卒業生は岐阜高校、岐阜北高校、大垣北高校など岐阜県内の進学校に毎年多数進学しており東海高校、滝高校 西山と学園高校など、県外の進学校にも進む生徒も多い。なお、岐阜聖徳学園大学附属中学校から、岐阜聖徳学園高等学校へは、内部進学の道が開かれており、その場合、入学金が免除され、かつ、進学特別奨励金の給付を受けることができる。学校法人、聖徳学園では、大乗仏教の精神を見学精神とし、 聖徳太子の和をもって唐しとすの具現化を掲げ、平等、寛容、利他の大乗仏教の精神による人格形成を行っている。岐阜県岐阜市穴井津町、高桑西一丁目一番地岐阜聖徳学園大学附属中学校への交通アクセスは次の通り。岐阜聖徳学園大学附属中学校の特色ある行事に限り、本校で取り上げる。 岐阜聖徳学園大学附属中学校では校舎の建て替えが行われ2012年3月13日に岐阜聖徳学園大学附属中学校新校者の春行式が行われた具体的な施設に関する内容は施設紹介スクールライフに基づくこの項目は部活動スクールライフに基づく2021年3月の 岐阜小徳学園大学附属中学校卒業生70名の、高校合格、進学状況進学先の子、立高校、岐阜高校15名岐阜北高校5名加納高校2名山高校1名ながら高校5名大垣北高校2名、大垣東高校1名高見ヶ原西高校3名、大垣工業高校1名岐阜高専3名、 東場小選高専1名、朝日岡高校1名、高閣、進学した、私立高校滝高校10名、東海高校1名、大成高校2名、名城大学附属高校3名、東邦高校1名、愛知吉成高校1名、日大鶴岡高校1名、岐阜聖徳学園高校50名、うぐい高校19名、日大垣高校11名、岐阜東高校1名、 聖マリア女学院高校1名、西美高校4名、富田高校3名、岐阜女子高校1名2018年3月の、岐阜聖徳学園大学附属中学校卒業生71名の、大学進学上京進学先の大学、東京大学2名名名古屋大学3名、大阪大学2名、岐阜大学4名、岐阜薬科大学1名、神戸大学1名、滋賀大学1名、愛知教育大学1名、 静岡文化芸術大学1名、富山県立大学1名同志者、大学2名、南山大学1名、武蔵野音楽、大学1名。ありがとうございます。